です。今回はですね、もうバキバキの体といえば佐久人生と。ということで、もう僕ですね、体がものすごく硬いんですよ。まあ、本当に、僕体硬いんですよって言っても初めて言ったんであれかもしれないんですけど、やっぱりこうパズル、YouTube でも編集したりとか、17ライブってアプリでライブ配信したりとか、まあ、いろいろやってるんですけど、基本全部座ってやってるんですね。座ってやってるからかわからないんですけど、やっぱあとその高校につい先まで通ってて、重たいバッグを背負ってこうもう体バキバキになりながら背負ってったとか、そういうのも多分積み重なってると思うんですけど、体がめちゃくちゃ硬くて、もう生活に支障が出るんじゃないかぐらい硬いわけですよ。だからここでもう緊急事態だなと思いまして、スペシャルゲストの方お呼びしていただいてですね、僕の体を柔らかくしようということで、佐久人生のバキバキの体を柔らかくしてみたでございます。ということでですね、スペシャルゲストの方早速お呼びしたいと思います。リホンさんです、お願いします。お願いします。すごいよろしくお願いします。はい、ということで来ていただきます。くっくらまして、くるくるすごいよね。すごい綺麗。ありがとうございます。すごいですね。あと2頭だこれが感じですけど、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。軽くちょっと自己紹介というかしていただいてもいいでしょうか。はい、リホです、よろしくお願いします。はい、北海道にずっと住んでまして、新体操の方を小学校1年生から高校3年生まで12年間と、あとクラシックバレエも併用して10年やってました。その後、大学に通って、教員免許を取りに行きました。保健体育の教員免許の中高を持っているのと、あとは大学に通いながら新体操のコーチを4年務めさせていただきまして、今17ライバーとしても活躍させていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですよ、共通点結構ありますね、17ライブとか。はい、ごめんなさい、17ライブしか共通点なかった。確かに、北海道っていうの、北海道もそうですね、共通点で。で、今回ちょっとコラボさせていただくことになりまして、はい、僕めちゃくちゃ実際硬いんですよ、体が。はい、姿勢なんとなくわかります。そうですよね、姿勢なんとなくちょっとドキッとしますけど、もう姿勢が超悪くて、やっぱり、治りますか、これは、ズバリ。ズバリ、姿勢イコール、はい、意外と足だったりとか、なるほど。あとハムストリングスをしっかりと柔らかくすることによって、まあ、柔軟性ももちろんそうですし、姿勢も良くなるので、まあ、今日はこのもも裏、ハムストリングスの方を柔らかくする、はい、バキバキの体を少しでも改善していけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。市民。はい、じゃあまずですね、僕の体どれぐらい硬いかというのを、施術前に、はい、ちょっと一回見てもらおうと思いました。はい、検証しましょう。検証しましょう。どういう感じでやってるんですか。まず、決まりは特にないんですけど、はい、前屈は普通に前にこう倒れてもらって、柔らかい。柔らかい、普通にじゃない。この肩はすごい。マジで、はい、あれ、ちなみにどれぐらい体育の不足だったら2とか評価はあまり高くなかった。そうですね、10点評価だったら2とかですね、はい、2、3、1、1。なるほど。3年間そうですか。とりあえず、膝伸ばして、はい。なるほど。これやばいね、これはまずい。はい、これを少しでもね、こうなるべく手に、ね、つくところまで。いや、手につくなんてもう、手につく、床、なんか床か、床が手につくまで。床についたことないですよ、僕生まれてから。じゃあちょっとそれになるべく近づけていきたいと思います。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ではまずやっていきたいことなんですけれども、はい、まずハムがね、ハムちゃんが、ハムちゃん、ハムちゃん、そう、もも裏ですね。そう、裏が硬い人は、とりあえず前屈がうまくいかないっていう原因になってるので、まずそこをほぐすところからやっていきたいと思います。はい、ほぐしましょう。はい、じゃあうつ伏せに、うつ伏せやってもらっていいですか。それは仰向けですね。こっから、こっからもう、こっから仕事です。だから硬いんだ。めっちゃ面白い。はい、じゃあまず、もし2人で誰かご家族の方がいたりとか、まあ、お友達がいたりとかすると、まあ、2人組でできると思うんですけども、はい、まずここのもも裏をほぐしていきます。こういう風にしていきたいと思います。はい、これをすることによって筋肉が緩んでくれるので柔らかくなる。
してあげるとすごく効果的かなと思います。あと大体硬い人はですね、膝の裏の方が凝り固まってるケースがすごくあるので、この膝の裏のツボもちょっと痛いかもしれないんですけど、ゆうせくんの膝の裏のツボもちょっと押していこうと思いますこの後今のところめっちゃ気持ちいいですね。気持ちいいですか？押されたことないですね。つぼみたいなんですけど痛い。あ、痛い痛い、うわ、痛っ声がでかくなって伸びたい。はい、じゃあ次、仰向けにいただきますか。はい、で、寝ていただいて、はい、そしたら次ですね、はい、足を垂直に上げていきます。で、こういう風に膝が曲がる人って大体硬いんですけど伸ばせますか？はい、多分ここが張ってるから痛いんですけど、この辺、下もも、もものところですね、膝裏のすぐ下、ここがハムなんですけど、ここをちょっとほぐしてあげましょう。はい、じゃあ次ですね、はい、いいですよ、来て。そしたら次なんですけど、よかったらタオル。タオル。はい、タオルを準備しましょう。はい、ということでタオル準備しました。はい。はい。多分こういう風に前屈するときに、まあ私は手つくんですけど、その手がこう届かない人とかのためにちょっと硬い人用にちょっとタオルを準備してみたんですけど、タオルでこの距離を測ることができる、あの距離を取ることができるので引っ掛けやすくなりますね。これ手の代わりにタオルを使ってます。タオルを引っ掛けて、で膝伸ばして持って、で肘をこう曲げて力を出します。曲げますか？え？触れちゃってない？嘘。硬い。ちょっと硬い。マジか。僕あのあれです。調査対策マイナスの記録出します。なるほど。なるほど。なんか多分この辺が硬い気がするんで。はい、なので私のおばあちゃんはいまだにあの開脚できるし、すごい、そうベタンで前につく80歳で80歳で開脚できるんですかやばいなはい、そしたら次一人でできるやつやりましょう。はい、見てもらって、よいしょ。はい、次、このお尻の横ですね、ここを柔らかくするストレッチなんですけども、はい、足、まず片方を曲げていただいて、はい、でもう片方をこっちにかけれますか？はい、はい、下多分すでにもうこのもも伸びてると思うんですけど、このまま 足を抱っこしてもらって、はい、前に倒れてください。はい、多分見てここすごい伸びると思います。すごい痛い、ここすごい痛い、そこあれあ、すごい痛い、ここすごい、これすごいストレッチだと思います。一人でもできますもんね。うん、一人でお家でできます。いてすごい痛い。さあ次、足を片方伸ばしてもらって、はい、で手を、足曲げてる方を手を伸ばして横に倒れていきます。どこが痛いですか？あ、もう全部痛いです全部痛い、右足のハムちゃんが痛いです。あ、右足のハムちゃんやっぱり痛いですか？はい、めっちゃ痛いっす。おお、痛い痛い、行ってる。ちょっとこう、押した感じが前に行くようになりました。軽いっすよね、うん、僕も思います。あと、できる人ですね、ちょっとあまりにも硬いとできないかもしれないんですけど、はい、まあ、応用編というか、もしできる方がいれば自分で座ったままこうガシャンと手を組んでもらって、それを足に引っ掛けて前。あ、絶対無理です絶対無理。そうそうそう、厳しいの無理だね、これは。ちょっと
くまだ早いみたいですね。まだ早い、まだちょっと早いみたいなんですけど、できる人はできる人が聞くみたいですね。はい、あとは、あとやっぱ5本目ぐらい柔らかくしたい方はですね、この立ち膝になってもらった状態で、好きな方でいいんですけど、足を前にこう出してもらって、この状態 で骨盤はこうねじれたりとかしないで、ちゃんとまっすぐまっすぐに向いてもらって、このまま手を前につける。もし厳しいのは膝でもいいんですけど、バランス取れないこう前に。ね、そう、難しい人はもうここがやっぱ痛い。そうそうそう、難しい人はここでこうやってこういうふうにやってもらってもいいですけど、これならはい、まだ見ますか。代表とは硬い。反対どうですか。反対、じゃあちょっと行けそうっす。こっちの方が良さそうな気がして、あ、形的にはこっちの方が良さそうな。手つかないですか。左右で変わるんですね。全然違います。左右で、だから私生活で足組んでる方とか重心してる方とか、柔らかさ変わってきます。体も曲がっちゃうので、どっちも組んでますもんね、僕足。なるほど、オッケー。あとちょっと裏もも関係ないんですけど、もしこうなんでしょう、開脚できるようになりたいという方がいる方は、この前のもももやばくしないといけないので、例えばこういう風にお尻を下に下げる運動とか、こういう風に揺らしてあげたりとか、反対こういう風にやると伸ばせます。多分結構裏も前ももが伸びると思うんですけど、うわ、そう。例えばゆうせくんは前ももが柔らかいので、あ、柔らかい、柔らかい、ここは柔らかいと思います。前もも柔らかいですね。前もも柔らかいです。前ももは前ももだけ。だからハムちゃんさえ柔らかくすれば開脚つきます。マジっすか。開脚やばいな。開脚って開脚、僕レベルの硬さでどれくらいかかるんですか。ちゃんと、いや、できるとか、うん、できない人もいると思うんですけど、はい、できる人になったとしたらどれくらいかけてできるんですか。いや、でも1ヶ月ぐらいあればそれなりに硬さになると思います。毎日ちゃんとやります。こっちを伸ばすとなると、ここが硬いから伸びないんですか。そうです。でも形めっちゃ綺麗。そうそうそう、痛い。あ、でもすごいすごいすごい、後ろ綺麗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 、前は前がちょっと90度近い。痛いな、これ今前ももが痛いと思うんですけど、痛いです。そうそうそう、これ限界ですね、僕の。よし、行きましょう、行きましょう。せーの、せーの、ほっ、おー、あ、行ってる、行った行った、絶対これだいぶ行ってる。あ、これもうちょっとしたら、もう少し、え、だってさっきこれぐらいでしたよ。本当だ。ついた、ついた、ついた、ついた。すごいすごい。すごい。これはすごい。すごい。え、すごい。人生初、人生初。初めてついた。すごい。だって、ここスッていきますもんね。スッて。すごいわ。え？多分吸って吐いたの。マジ？吸って吐いて。ほら。はいはい。ついた、ついた、ついた。寒いし硬くなったりするし、あと雪道ね、開脚でこうパシッと止めるのがいいと思うんで、確かに怪我防止に、まあ、怪我防止になるし、まあそれ冗談ですけど、まあ、結構体が柔らかくていいこともたくさんあると思うし、硬くていいことは逆にないんで、一切ないんで、だからやっぱりこう柔らかくするっていうのが大事なので、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
ということで、今回これで終わりになります。もしこの動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。